はい。というわけで皆さんこんばんは、カブくんです。ベルギー時間、現在1時です。えっと、昼間の。うん、日本では夜の7時、8時頃になっているかと思うんで、えー、はい。まあ、そんな感じですけどね。うん、これからちょっと遅い、えー、昼食を、昼食っていうか、まあ、朝食兼昼食をね、食べていこうかなと思うんですけど、うん、今お、お湯はね、沸かしてますけど、 まあその管理というかあれですが、まあ、ちょっと今日、今朝見たニュースとかコメント欄を見てきて、ちょっと気になったお話で、ちょっと危ないかなとも思ったので、ちょっとこの話をね、ちょっとしようかなと思います。うん。あの気球ですよね。気球気球気球なのかなあれ。うん。気球ですら分かんない。気球なのかすら分かんないけど、まあ、アメリカの上空を飛んでいったあの気球ですよね。うん。あれは一体何だったのかというところが、 まあ、題になっていたでそれで最近ね、うん、まあ、アメリカによって、えー、まあ、撃墜されて、えー、まあ、あのか、大西洋上に散らばったっていう話が最新のニュースで出てたんですけど、まあ、この話、不思議ですね。非常に不思議。うん。あの、まずね、あの気球っていうのが、まあ、気象観測用の気球っていうふうに言っているんですけど、 まあ気象観測用の気球だとしたら、ラジオゾンデっていう観測があるんですよ。これはあのうんまあ一斉にこう飛ばして、気球で、その中にまああのまあ気圧とか、それから湿,とかまあ湿度ですね湿とか湿度、それから気圧とかを測るまあ装置が入っていて、そのデータがまあこう高層気象観測、高層の高層点気図であったりとか、 まあそういったものに役に立つんですよ。で、そういった情報データっていうのは、まあ、世界に共有されます。うん。だから、あの、日本でラジオゾンデも行われてるんですけど、まあ、その観測データっていうのは、日本だけじゃなくてえ、世界中に共有されるっていう、まあ、気まりかなんかあったかなと思います。うんえ。気象法規にあったと思います。確かね。で、えー、っと、で、このラジオゾンデっていうのは、 今は多分もうちょっとこう画期的なものになってしまっていると思うんで、まあ、違う方法になってきているのかなという気はするんですけど、まあ、あのレーダー観測とか結構、ね、やっぱり進化してますからね、だから多分僕が持っているのとはちょっと違うかもしれませんが、一般的なラジオゾンデとかレービンゾンデっていうのは、おそらく高度、まあ、2 5キロから3 0キロあたりで、まあ、あの風船ですからね、要は。 相対的に高まって膨らんでくるので破裂しちゃうわけですよね、いずれは。で、破裂して落ちてくるので高い高度に行って破裂して落ちてくるというそういった感じで。で、その間の滞流圏の滞流圏かあ対流圏まあ成層圏下部、オゾン層があるあたりとかも含めてですけども。そのまあ 調査をすするととといいうことだと思いますけども、まあ、基本的には落ちてくるわけですよ。いつか破裂してね。うん、なので、まあ、結構、まあ、すぐにこう、なんて言うんでしょうかね。えーまあ、ダメになっちゃって、まあ、本当にね、えー、あまりこう、まあ、1回きりにはなっちゃうんですけども、まあ、そういった、あのなんだっけ、えー、観測っていうのは実際にあります。あります。うんだから あ,のあれがもしも、ね、気象観測だっていうことに関しては、まあ、おかしくはないように見えるんですけどただ、ねあの、今回の気球騒ぎっていうのが、まあ、そ,のその気球っていうのがどこから、ね、発信っていうかどこから打ち上げられたっていうのがよく分かんないんでそこら辺がまあ気になるんですが、まあ、基本的にね、うん あの飛ばされたら、まあ、結構上の方行っちゃうと思うんでもしね、ね今回報道ではねあのアメリカの軍事施設を通っていったっていう話がありますけどだとしたらもうかなり上の方に行ってるはずですよ、うん、なので普通はあんな目に見えるところまではない,ないんじゃないかなっていう気はします。だ、うん、だからでしからししもあの発,なんだろう発信したた点っっていうのが、えー、中国だった場合 あの太平洋を横断してきてるっていうふうに思うので、それはありえないですね、うん、一般的に考えて。あの太平洋を横断してあの、こういうふうにこうあの、まあ、平成風とかに乗って、まあ、こうやって移動していくんですが、まあ、こうではなくて、こうですからね、基本的にね、まああの、だから上に行きながらも、ちょっと横にも移動はしますよ、もちろんね。だけど、あのアメリカに行くまでに、えー、破裂しないっていうことはないですよ。うん、だから、基本的には、まあ、太平洋上、うん まあ中国の場合は、まあ東シナ海とか、あとはまあえ日本海とかに落ちるっていうことはあるとは思います。うん。まあ日本に落ちる可能性もあるかと思いますよ。場合によっては。なんか多分ね。でも、それでも結構距離はあるので、あんまり考えにくいんですよ。だから、あの、太平洋横断してアメリカに行くっていうことは、まずないんじゃないかな。うん。まず普通の僕が考えているえラジオゾンでのまあ風船というかだったら、まあ、 ありえないいとは思います。多分ね。うんまあ、100%っていうのは言い切れませんけどね、上空の風に乗って、強すぎる風に乗って、こう、ちょっとこんな感じで、ね、上に行かずにこういう風になっていってるっていう可能性もあるので、一概には言えませんけど、まあ、基本的には考えられないんじゃないかな、うん。しかもそれが、アメリカの本土の軍事施設を通っていくこうやって。 木星から南東に向かってこうやって降りてて考えられないですね。うん、偶然でもちょっとおかしい気がします。だから、あまりにもあの確率的には低いので、だから。まあ僕が考えている。まあ、ラジオゾンビの気象観測ではないことは確かだと思います。うんなので、まあ、もしかすると最近そのまあ多分進化してって。まあ操縦可能なまあ、気象観測の機械。うん、まだ気球とか出てきている可能性もあるんで。まあそういったもので観測した可能性。 の方が、まあ、自然かなと思うんですよ。うん。もしもそれが気象観測用の気球だとしたらね。だから、あの、そうですね。だから、まあ、うん。まあ、進化して,るしている気球の可能性もあるんで、一概には言えませんけど、えー、一体あれは何だったのかというのは、まあ、調査が進められているんで、まあ、その結果次第かなっていうようには気はします。うん。はい。 ただまあ今回そのどこから飛ばしたっていうところとかアメリカあのあれアメリカがですね、えー、中国のまあスパイの気球だってもう断定してるんですよねうんその断定してしまった根拠とかうん本当にそんな断定していいのかなってちょっと思っちゃったしまあ、それからあの中国は否定をあの <laughs> 自分たちの気球であるっていうことは否定はしてないんですようんもしあれを あれは中国の方がですね、自分たちの気球かどうかわかんないっていう風に言えば、まああの良かったと思うんですが、あの中国は自分たちの気球であるっていうことについては否定をしてないんですよね。そこら辺が何なんなんでかなっていう気はしました。うん、<laughs> 非常に不思議な気がするんですよ。うん、まあ あの、スパイの、スパイ機であるっていうことに関しては、中国は否定してるんで、まあ、気象観測用の、まあ、その、なんだ、気球って言われてますので、だからそこら辺の意見の食い違いとかっていうところがある。うん。だからあれは、まあ、もしも中国側が本当にスパイ機だった場合、まあ、自分たちの国で、国のものであるっていうふうに言う必要はないので、だからそんなには、 あれかなとは感じますね、うん、だからもしね、あれ否定をしていたらですね、あのもし実際にスパイテ器だったとしても、なんか後でうやむやにしたりとか、まあ、この情報を、まあ、フェードアウトしたりして、えー、なんかこうごまかしたりできるんですが、今回、中国側が、まあ、あの,あの、えー、気球は自分たちの国であることは認めてるんですよね。だからそれが非常に危ないなって思いました。危ないっていうか。うん 認めてなければね、あの、上目にできたかなと思うんですよね。やっぱりいろんなね。うん。しかも、まあ、アメリカの情報操作の可能性もあるっていう風になって、なんかこう、なんか変に処理されたりとかして、まあ、なんかなかったことではありませんが、そんな感じで処理していけば、まあ、変なきっかけにはなりづらいかなと思うんですよ。だから、今回、まあ、あの、中国はその、なんだろう、自分の気球であるっていうことは少なくとも認めてしまってるんで、 だから無視ですよ、あの、今回調査が進められて、気象観測の木でなかった場合、これはもう公開をしてざるを得ないですよね。うん。あるいは、まあ、 あのなんか事の発端になったら困るんで、う、まあ、嘘をつくのかと、うんまあ、もしそれがスパイ的であったとしてもね、ね、えー、気象観測の木であるっていうふうに嘘をつくっていうことも、ね、考えられるんで、まあ、そこら辺は情報の,あの行方っていうのがまあ今後、えっと、大事にはなります。とか非常に情報戦だなっていうのをすごい感じますね。今流れている情報っていうのは本当なのかどうかっていうのが、本当に大事っていうのが分かります。うんだから今回気球 気球ではありますけど、非常にちょっと厄介というか、危ないなとは感じましたね。うんはい、でしかも、あれはです、ね、あの中国の気球であるっていう断定できたこと、その経緯っていうのがちょっと気になりますよね。な、うんでなんだろうってちょっと分かんないし、いろいろ分かってることはあるんでしょうけども、まあ、どこから飛ばされた、うん えーまあ、少なくともラジオ僕が考えている、えー、ラジオゾンディ観測だとしたらね、まあ、あれがもし中国から飛ばされた場合は、ほぼありえないと思います。あんなには飛んでいかないと思います、うん。で、えーっと、破裂して起こってくるんで、日本だったらまだ分かると思うんですけども、あのアメリカだったらもうまずないかな、うん、でしかも軍事施設を通っていくなてありえないんですよね。だから多分だけど操縦可能な まあ気象観測機器も載せた、でもカメラも載せた、ちょっと怪しいこう気球なのかなっていう気はします。うん、一応ね、気象観測もあの、なんだ、えっと、カモフラージュで載せたりしてて、まあ、だけど、まあ,あの、なんかカメラとか載せて撮影をしたりとか、まあ、あるいは、あの、 あの僕が考えているのは、中国から飛ばしてどこまでこの気球が飛んできているのかという、まあ、実験というか、ね、訓練というか、まあ、なんでそういうのもあり得そうな気がしますね、なんとなくね、うんあのまあ、いわゆる気球爆弾といいますか、ね、そういったもの、うん、だから、それでどこまで飛ばせるのかという、まあ、実験だった可能性もあるんですよ。うん で今回、もしもそれが本当だとしたら、まあ、あの、なんだ、中国まで、中国からアメリカまで飛ばすことができる気球っていうのができたっていうことにもなるんで、まあ、ぶっちゃけ、これは、なんだろう、後々き、なんだ、注意が必要な情報かなと思います。だから、結構危ないですね。で、う、僕、ん、は感じますよね。うん。はい。まあ、そんな感じで、ちょっとお湯が沸いてしまったんで、えっ、ー、と、ご飯食べていきたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。